白い歌青い歌は日本の作曲家シンジトクエイト日本の詩人谷川がによって1989年から1995年まで作曲された合唱曲のシリーズ合唱曲としては珍しく曲が先に作られた後に谷川により詩が作られた全100曲を目標に作られていたが谷川の詩により53曲で止まった2004年から鹿児島で 白い歌青い歌フェスティバルインカゴンマが開催されている。新ーと谷川が初めて出会ったのは1984年、マミヤヨシフの紹介による。新ーは日本語のイントネーションに縛られることなく節を書きたかったとして、谷川に曲選考で誰でも歌える歌を書きたい、そういう仕事をやっているんだけど、なかなかうまくいかないのですよ、と谷川に話したところ、 谷川は、朝飯前とは言わないけれど、僕にやらせてみた前と返し、先に音楽があって、後から詩を入れるスタイルでの共同制作が始まった。作成手段としては、まず新ーが、ボカリーズで歌い、ピアノを弾いて、そのテープと譜面を谷川に送る。谷川はそれを何度も聴き、詩をつける。新ーは、いわば、平成の昇歌を作ろうという狙いだったとする。 にぎみの作る旋律は世界各地の色々な民族色のある旋律を取り入れて作ったりあるいは自分で作ったりといろいろな手法を試みている。白い歌を言うたは旋律というものに対して少し啓蒙的な役割を与えられたらと思って始めたところがあるんです。合唱のアンサンブルとは非常に高度なものですが音楽の基本は旋律をきちんと歌える。 演奏できることだと思っていますから。それを合唱人の皆さんにも体験してもらいたい。もともと単旋律で書かれたものを二部に直していますから、旋律というものがどんな風にできているのかを具体的に自分の体験として勉強してもらえると思いますと、している。に味は、この頃からいいものは向こうからやってくる。だから、それを待っていればいい。自分で頑張って。 書こうとするのはおこがましいとして作曲に関する考え方が大きく変わったとしている。また、同時期にこの曲とは対局にある抽象的なオーケストラ作品も書いていて、とにかく両極端をやると、これが楽しかった、もっとシリアスにこれまで試みたことのない語法で書くことと、この白い歌を言うたとどっちかだけをやればいいと思うようになりました。 いわゆる普通の合唱曲に関心がなくなってしまいましたねともしている。以下はオリジナルとして刊行された10代のための2部合唱曲集の曲順のもの。1、20が1991年9月刊行の第1集、収録21、42までが1993年9月刊行の第2集、収録 43、53までが1995年12月刊行の第3週収録作品である。基本はピアノ伴奏付き2部合唱であるが、打楽器が必要な作品や、聖書の作品など、例外もある。14歳友達を化け腹の行方自転車で逃げる、南からの人々落葉島原僕は、ひばりはたおり虫ネムの寄進譜に10歳壁消えた。 ベルリンの壁崩壊を歌ったもの。小人の髭アルデバラン二人で砂よ就職来たの、みなしご取り船春冷たや、青い花夜と昼、ライオンとお茶を、北極星の子守唄8月の手紙無限武道、住みかさもなくなまずの風呂や棘のささやきこの道行けば、火の山の子守歌武道と、片たばみ、福大、ボスニアヘルツェゴビナに。わらべが、 岡渚堂忘れゆきでぞよ人を僕という名の一人、白樺無名会南海不比の小盲道スコーニの、肖像卒業春中世風夏のデッサン恐竜広場、小さなホラー下生まれる、我も工場期オリジナルの作品をもとに、メロディを損なうことなく様々な形態に信じ特へ、自身が編曲したもの、構成曲を上記リストの番号で表記する。また年月は、 音楽の友者からの発行日である。また、本人以外の合唱編曲として、小木くぼかず編曲のものがある。歌の不思議、白い歌を言う歌の秘密、新見自身による全曲に解説をした著作。ABCDEF、大話集、P173 から 174ABC、ハーモニー P18。ありがとうございます。